ゆうじと大輔の声優コレクション、イエーイ。この番組ではですね、人気声優をお招きして普段聞けないここだけの話を引き出したり、声優ならではのすご技を見せてもらっちゃおうという番組でございます。もう若手だろうがベテランだろうがとことん掘り起こしてやる。いや、そうなんです。過去をね。そうなんですけども、ベテランさん多いんですよね。なので三ツ矢さんいて本当助かってます。ありがとうございます、はい、今回のゲストは緒方めぐみさん。ベテラン声優3人でこんなトーク企画をしていきたいと思います、はい、題して歴代声優ブームを振り返る。イエーイ。ということで、今やまさに新たな声優ブームの到来を感じさせるほどの人気作やテレビなどメディアに引っ張りだこな時代なんですけども、我々の時代にも声優ブームありました。なんか僕まるでよ、なんかすいません、僕なんかベテランな空気出しちゃって。いや全然大丈夫。ということでですね、今回は過去の声優ブームを振り返ってトークしていきたいと思います、はい、さあということで、こちらにこんなボード用意させていただきました、うん、まず第一次声優ブーム、まず第一次見ていきたいと思います。第一次声優ブーム、これ1970年代、通称吹き替え声優期といいます、はい、代表作品が太陽がいっぱいのアランドロン、懐かしいですね、うん、かっこいいですね。こちら見てください、野沢那智さん。那智さんね、かっこいい、しびれますね、うん、すごい人気ありましたよ。まあ第一次はまだ皆さんは見てた、テレビを、テレビまだ見てた。あ、でも三ツ矢さんはもう、あ、子役はやってた、子役はやってましたね。吹き替えとかあんまり意識しないし、声優さんっていうのもあんまり意識してなかった、うん、あ、でも声優がやっとここの辺で認知され始めて、うん、人気が出始めたのがこの辺りということなんですけども、野沢那智さんが引っ張っていってくれたということでございます。第二次声優ブーム、1970年代後半から1980年代、こちらアニメ声優期というふうに、劇場版宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道999、機動戦士ガンダムなどなどありますけども、古谷さん、古川敏夫さん、神谷明さん、我らの三ツ矢雄二さん、イエイ、ね、でもこの頃はね、うん、あのキャラクターがあって声優さんがあったっていうよりも、皆さんいろんなキャラクターをやってたので、ほうほうほう、声優さん自体に人気があったんですよ。そうなんです、いいこと言っていただきました、うん、まさに人気声優でユニット活動なんかもやられていたということで、声優の価値が上がった。今の声優ブームって割と役がすごく大きかったりするじゃない、うん、僕たちの時はもう個人、三ツ矢雄二さんなら三ツ矢雄二さんに来るってことですね。コンサートなんかやると役でキャーキャーワーワーは言われないみたいな、はいはい、では古川敏夫さんは、僕は好物はたくあんですって言うと、ステージで歌なんか歌ってるとたくあんが飛んできたみたいな。すごくないですか。あと好物たくあんって選ぶ古川さん、すごいいいですね。うのぼのする。そしてですね、来ましたよ、第3次声優ブーム、はい、1980年代後半から1990年代でございます、うん、もういよいよ通称がアイドル声優期、例えば美少女戦士セーラームーン、うん、はい、来ました、悠々白書、スラムダンク、新世紀エヴァンゲリオン、うん、林原さん、緑川さん、光石さん、小安さん、尾形さん、これはやっぱり最初にキャラクターがあって、その声を当てて、はい、そのキャラクターと声が一致してるからファンになったっていう人が多いから、だからキャラクターも好きだし、声優さんも、それをやってる声優さんも好きだしっていうファンの人が多かった、ね、はい、まさにそのおっしゃる通りでございます、はい、まあ、その辺尾形さんもすごく肌身感じて、キャラクターのおかげでありがとうございます。この辺のお仕事の内容とかでもちろんアフレコもやるじゃないですか、はいはい、やっぱイベントとかも多くなってくる。そうそう、なんかよく分からなくて、最初声優になるときは、うんうん、あの黒子になるようなつもりでこの業界に来たのに、なぜ写真集を撮るのかとか、あとちょうどそのセラムーンとか有白書の人気のところから声優グラビア雑誌というのが立ち上がって、なぜグラビア雑誌に自分が出ているのかっていうことが謎だったり。大原さん、はい、そんな控えめに言ってもダメです、僕はズバリ言います。何？なんとですね、94年第17回アニメグランプリ、アニメ受賞祭だったんですけども、はい、聞いてください皆様、声優部門、緒方めぐみ、グランプリ作品悠々白書、男性キャラクター部門クラマ、女性キャラクター部門天王遥か、セーラーウラヌス、1位総なめです。いや、もう
すごいですね。本当に作品がもうありがとうございます。いや聞いてました、声優部門尾形めぐみ、それキャラクターに付随してるからでしょう。いやいやいや、本当にそうです。そんなことありません。そんなことないんですよ。すごくね、まあ、そこ大人気です。男性部門と女性部門のグランプリ、はい、両方の受賞はいないでできないですよ。尾形さん、キャラクターのね、控えめだな、いつまでも。いやいな。声優アーティスト期、鈴宮春日の憂鬱、軽音などですね、ちょっと音楽をメインにした、このまんま声優さんがちょっと CD デビューしちゃったり、もう水木奈々ちゃんなんてもう、ね、そうなんです。紅白、今さそこに書いてあるさ、はい、あの奈々ちゃんにしてもあやちゃんにしてもマモですね、マモにしても、はい、読谷大輔にしても、はい、なんかやっぱり声優以外の仕事を本格的に、例えば舞台やったりとか、ミュージカルやったりとか、はい、CM やったりとか、はいはいはい、最近だと CM 声誰だねとか出たりするでしょ。出ますし、はい、出ますね。だからやっぱりすごい、そういう意味では声優がタレント化、アーティスト化っていうか、タレント化した時代が第4次声優ブームですね。と、ここでいろんな時代を見てきたベテラン3人に過去の声優ブームの驚きの実体験を語ってもらいましょう。この時代の時ですよ、その90年代ぐらいの頃に、うん、90年代、はい、なんつうかね、声優事務所があんまりそのそういうことに慣れてないというか、写真を撮るとか、あのそういうことに慣れてない時に、写真集なのにスタイリストさんがいないとか、ヘアメイクさんがついていないとか、自前でみたいな、そうそう、そういうことがあって、最初の自分の写真集の時にですね、その打ち合わせに行ったらスタイリストさんがいなくて、スタイリストさんはと言ったら、必要ですかみたいなことを言われて、あ、じゃあこうしましょう、尾形さんのうちにロケの当日トラックをつけるので、尾形さんのうちのワードローブごと運びましょうって言われて、尾形さんちの、そうで、ワードローブごと運びましょうって言われて、それに対してマネージャーが、あ、それはいいアイディアですね、なんでそういうような、そういう、あの、それは時代のね、まだその慣れていないというか、まあ何年か経ったら、ヘアメイクつけるのは当然ですよねみたいな交渉してるのを聞いて、うん、今なんかどんな若手の声優さんでも、はい、スタイリストメイクついてきます。そうなんです、はい、今尾形さんいいことおっしゃってくれました。聞いてるか若手。尾形さんのおかげだぞ。いや、ま、まあ、前だったら新人をセンターに置いてみんなで育てましょうみたいな空気があったんですけど、それができなくて、みんなバラバラの収録なので、ある程度成り立ってる人じゃないと成立しないから、会話が分かってない、そうです。だからド新人のオーディションがものすごく今ないんですよ。先輩たちの話、我々もよくするじゃないですか、先輩、あんな先輩がいてなんて、それがコロナ禍でも3人とか4人でしか撮れないので、先輩の姿はあんま見れないんですよ。そうなんだよ、育たない、なんか、ね、新人時代ってさ、やっぱり先輩の背中を見て勉強したことっていっぱいあったよね。 それが見れないので、なんかバラ撮りが当たり前みたいになっちゃってるから、そうするとお芝居が絡むっていうことも、あの、ないからね、分からないみたいな状態の人が増えてきてしまっていて、かわいそうだなと思いますね。そうだよ、自分というものを確立することですね。今やっぱり本当に言っちゃ悪いんですけども、いろいろたくさんの人がいすぎるんだけど、とりわけで個性のある人が少ないというか、やっぱり尾形さんは尾形さんしか出せないものを持ってらっしゃるし、大ちゃんももちろん大ちゃんしか出せないものを持ってるから、今の業界には新人には個性が必要。私は個性の塊です。刺さる刺さる。なので第5次声優ブームで三谷裕二また再びここに登場しそうですけど、三谷さんありがとうございました。とんでもない。